皆さんどうもです今日はこんな問題をやっていきましょう。タソさんからの質問で、A と B というのが自然数で、A たす B、A2 乗 B2 乗というのがもちろん自然数ですが、2023の倍数という仮定です。この時にルート AB が自然数値を取るときに、その最小値を求めてくださいという問題ですね。まあ、こういうなんかパラメータの変異域みたいな感じの中ですね。まあ、パラメータとはも考えないですけれども、こういう時にルート AB が自然数値のみを取ると。もちろん一般には適当な数値を入れたりすると、ルート2みたいなのが出てくるかもしれないので、えー、不気味な感じがしますけれども、自然数値というさらに強烈な条件があるときに、 そのの自然数値とととしてて取り得るところの一番最小値を求めてくださいという問題ですねですからまあ高校数学的な漢字の方針みたいなことをまず言っておくといろいろ整数だとか自然数の問題というのはいろいろ考え方があるけれども大体3パターンといういわ素因数分解してもしくは合同式でもしくはまあ対称性だとか大小関係でみたいなことをよく言われるわけですけどこの問題の場合どうするのがいいのかということですね仮定の形式はそもそも2013の倍数と言ってるわけですから、まあ、倍数なんか 2013k とか 2013l とか置いてやっていくとかあと合同式で履識する ととといいいいうう考え方もあるる思ままますが今回はこののををききれいにまとめるのにめ合同式を使っていきましょうただ合同式というのは代償関係が完全になくなってしまいますからルート AB がそのもののためだけだったらこれだけだと足りないんですけど自然数という条件がついているので実は A と B というのが互いにその肩の数に制限がかかったりするわけですねその素因数分化した時のなのでそんなに悪くない。まあ、なんならルート AB というのは二乗したりするともう思いっきりその AB が自然数ですから自然数になるわけです。二乗して最小値を求めればまあ十分という考え方でいけば別にルート AB はまあ見た目 ごまかしに過ぎないといととうことですからねなのであくまで合同式でやっていくと仮定とかはきれいに書けるし結果はまあ結構見通しよく見れるだろうということですね。 でもう1つ補足というのはいろいろあります、ちょっとあの補足、ミスリードしてしまったところとかも補足していきたいので、えー、ぜひともよろしくお願いします。ではやっていきましょう。というわけでやっていくことにしましょう、まず2023が実は 7×17 の2乗、これ、今年覚えておくと、もしかしたら高校生、高校受験ではいいかもしれませんね、まあ知らんけど、で、A+B が2023とか、a 2乗プラス B2 乗が2023の倍数であるということは合同式で書くとこういうふうになるだけです、でこれ、モード2023ということ、ね、で、ここで方が7と17の2乗ですから、まあ、極力ちっちゃくしていけばいいんですけど、とりあえず変数消すことに考えてみましょう。 イイコールマナスとということになりますで、連立方程式ですから代入すると、2a2 乗イコール0になるんですけど、2がこの因数の中に入っていません。つまり、互いに素ですから、両辺2で割ることができます。下がとこに2というのがあるんですけど、約分して0にすることができます。そうすると、a2 乗が2023の中で0ということが出ましたが、ここで中国乗用定理で考えてみましょう。つまり、モド7の中とモド17の2乗の中で考えれば必要十分になるということですね。つまり、モド 7, 7の中で a2 乗が0か、17の2乗の中で a2 乗が0というこの連立方程式になります。これがさらに2つに分かれるということですね。 で、素数の中で2乗して0っていうのは、もう A 自身が0でしかありません。で、素数の2乗、P の2乗の中とか、素引きの中で2乗したら0というのは、これは A があの17で0か、もしくは17の2乗で本当に0かと、どちらかということになりますので、え結論言うと、A は7の中で0、かつ A は17の中で0か、または17の2乗の中で0かという2パターンに分かれてしまいます。で、7の,あ7の方は常に0なんですけど、7と17で0の時はこちらで、7と17の2乗で0の時はこちらになります。まあ、2023が、まあ、要するにこ,うこれ使っただけですね。 でそうするとこのケースとこのケースまたはこのケースとこのケースということになりますので簡単そうに見えるこっちとこっちからまず書いておくとどちらもゼロというのがこの右の方ですね。でこの左の方は、まあ、これはそのままでこっちもそのままということになります。ですから仮定というのは実はこういうような2つケースに分かれるということですね。こっちはもう明瞭ですこっちがちょっと難しいんですけどこのさらに倍分けをしていくことにしましょう。 さてて分けやっていきましょう丸1と丸2と振っておきました丸1の方は自明ですねもに2023の倍数という、まあ、この大きな仮定の中でルート AB の最小値ということですからもうこれは2023ばっきりとればいいだけですだってそれぞれの2乗だから 2023α と 2023β と書き下ろしてもいいんですけど単純にこう2023同士かけたものが一番ちっちゃいわけですからもう単純に2023です A=B=2023 の時ということです、ね、そのもし AB を与えただければで2のケースの場合は A が7る1 7の倍数ということで α というのがす。 自然数ですで B の方もですね、実はそ 7×17 の中で0になるんですね。なぜかというと、これ2023で、えー、こ,れがこれが等しければ、特に 7×17 の中でともに等しくなります。つまり合同式の中で攻撃の方から、えー、下の方に降りてくる時の話ですね。いわゆる真数表現、P 真数だとか N 真数で言うとあの、大きい桁のところであっていれば、小さい桁のところでも正しいだろうとう、ただそれを言ってるだけなんですけれども、まあ、そういうことは勉強を済んでいる方はこういうふうに訳し下ろすことができます。なので、まあ、単純に整数の,の中に直してもらってもいいんですけど、考え方としてはそういうふうに考え 工事のものを下げていいるととうことですねで特に必要条件として 7×17 の α とか 7×17 の β というふうに自然数で書くことができます。そうすると、この2という条件はどういうふうに何と同値かというと、ここを代入してしまうと7と17というか全部約分できますから、β イコールマイナス α ということになります。ここね。7×17 全部バーって訳しあの、こっちはもうこれでクリアされていて、こっちがこれになります。で、ちょっと見にくいので足し算イコール0という形にしてみましょう。法は17ということですね。こ残りの17が残っているということです。この時に今見たいのは、ルート AB が自然数値をとって、 で、その最小値を見たいというだけですから、こう代入してみるわけですね。こう代入すると 7×17 というのが同じもの2つ出てきてますから、外に出るわけです。で、ルートアルファベータというのは、これが自然数で、でルートとっても自然数ということですかこれ中身が、アルファベータそれぞれじゃなくて、中身全体が平方数になってなくてはなりません。149、16、25とうこういう状況です。そして、この和というのが17の倍数じゃなきゃいけないんですね。例えばここ 1, にあ1であるような状況は11しかありえないわけです。4だと1422みたいなことがあったりします。9だと1933みたいなのがあるわけですけど、足して17の 倍数になることはここまではないですね。16で初めてそういうものが現れます。つまり116ですね。もちろん44みたいにしてしまった。8。なんでダメです。初めて出てくるのがこちらなんです。そして初めてということは一番ちっちゃいわけですから、実はこのケースというのにななります。そうすると1 16というものが実際与えていて従ってここ全体として16。すなわち7かけ17かけ4。というのが答えになります。従って答えは476という答えになりました。いかがだったでしょうか？補足やっていきましょう。さよならさい。なるじゃないや。